天竜型軽巡洋艦。天竜型軽巡洋艦は、日本海軍の二等巡洋艦。同系艦二隻。日本海軍初めての軽巡洋艦になる。84艦隊案が1915年に一部成立し、天竜型はその中の3500トン型巡洋艦として二隻が計画された。基本設計は、イギリス海軍の同世代の新旧軽巡洋艦を、 参考にして設計され、水雷戦隊機関の任務が期待された。外観上は、軽防御共同駆逐艦であり、航空型駆逐艦の拡大型とも言える。主砲は、伊勢型戦艦の副砲に採用された 14cm 砲に、統一、これをすべて中心線上に4門搭載、また、対空火器として 8cm 降格砲も1門、搭載された。雷発射艦は、 巡洋艦として初めて3連装発射艦を装備した。機関は天竜があったから日本海軍の軍艦として推進機関に初めてオールギアードタービンを採用し5万千馬力の出力で速力は駆逐艦並みの33ノットを計画した。走行は軽防御程度に止めている。1917年の計画での軽巡洋艦は より大型の5500トン型軽巡洋艦に変わられ、建造は2隻にとどまった。近代的軽巡洋艦の第一艦は、イギリス海軍が1914年に完成させた、アレスーサ級になる。その特徴は、重油戦勝ボイラーを搭載したことと、従来の防護巡洋艦に見られる原則で傾斜させた、水平走行と、一子子の防御ではなく、走行巡洋艦と同様に、 原則走行を持っていたことである。走行巡洋艦に比べて走行は薄く、このため天竜型には当時軽装甲巡洋艦との故障もあった。速力は30ノット前後となり、ここに近代的な軽巡洋艦が形作られた。日本海軍では、くま型では、手機にタービンを採用して速力は大きく、向上していたが、構造は従来の防護巡洋艦を踏襲していた。 1917年機構の本型で日本海軍の軽巡洋艦は始まることになる。一方駆逐艦はタービンと重油戦傷艦の採用により高速力が得られるようになり、水雷戦隊の機関として高速力の軽巡洋艦が切望されるようになった。日本海軍は1915年に88艦隊を目指す前段として84艦隊案を策定し、 ボーツと会議でそのうちの一部が決議された。巡洋艦は3500トン型2隻が含まれており、設計も同年中に完了した。その予算は、第37回帝国議会の協賛を得て1916年2月24日に、交付、本型の2隻は1隻455万円で、対象5年度から対象7年度、翌1919 19年3月までの予算になった。 天竜は横須賀海軍交渉で、タツタは佐世保海軍交渉で建造され、1919年3月31日にタツタが竣工、タービンに故障が頻発した天竜は竣工が遅れ、同年11月20日になった。1917年成立の84、艦隊艦成案でも、天竜型6隻と新型の7200トン型軽巡3隻が、 当初計画されていた。しかし、敵の巡洋戦艦に遭遇した時に、天竜型の速力33ノットでは逃げ切れず、また砲力強化の要望もあり、7200トン型は計画中し、天竜型に代わって5500トン型軽巡洋艦9隻の建造に計画は改められたになる。結局、天竜型は2隻のみの建造となった。天竜型の艦型は、 同時期計画の広風型駆逐艦と似ており、駆逐艦艦型を拡大した形になっている。設計においても、巡洋艦ではなく大型駆逐艦を標準として、各部分が計画された。基本計画番号 C33。設計は、河合佐探しだった。船体形状は、艦首還元のみ高い単船主郎型船体である。船首楼の長さは129フィートだった。 監視はスプーン型が採用された。缶の構造を全部から記述すると、監視看板上に手法の14センチメートル砲を単装砲画で1機を搭載、その背後に露天の操打環境と簡素な全部マストの背後に後ろ向きで2番手法が1機配置されたところで、選手は終了し、そこから看板1段分下がった場所には3本の 煙突を前後から挟み込むように53.3センチメートル、魚雷発射管が3連装で前後に1機ずつ、計6門を配置した。煙突の周囲には、通風塔が設置され、原則部は、関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが、片元3組ずつ、計6組で運用された。後部発射管の後方に、上部構造物が設けられ、後部マストと、 後部環境を前後に挟み込むように3番、4番手法が1機ずつ配置された。後部乾板上には 8cm 広角砲が単装砲がで1機、5乾板には他に機雷布設軌道が置かれた。日本海軍巡洋艦として初めて手法に3年式 14cm 砲を装備、熊型など以後の軽巡手法の標準になる。従来の1 5砲は 砲弾が重く、日本人の体格では連続発射に難があるため、戦艦の副砲としては、伊勢型から14センチメートル砲が採用されていた。本型では4本をすべて中心線上に、装備、高さは上甲板から1甲板高い位置に配置した。射撃指揮所は全部マスト中段にある。8センチメートル広角砲も日本、海軍巡洋艦として、 初めて春工時から装備された。機銃は3年式機砲2丁を装備した。日本海軍巡洋艦として、初めて6年式53立方センチメートル連装発射艦を装備する。中心線上に配した2機の発射艦は、発射時にはギアトラックにより左右へ若干移動する形でった。しかしこれは実用的でなく1932年から1933年頃に、 発射艦の装備位置を高めて左右の移動は廃止された。5艦班に機雷投下軌道2乗を装備する。1号機雷不設のためで88艦隊計画による軽巡洋艦、駆逐艦に標準装備されていた兵装になる。昭和に入って1号機雷の使用は中止されたが軌道は残されていた。実戦での使用はほとんどないが天竜は 太平洋戦争時に、機雷不施の命令を受けて、機雷を搭載したが空襲により損傷、不施前に、作戦中止となっている。初機は、当初の計画では直結タービンだったが、オールギアードタービンへの変更が1916年8月21日に、決済、日本海軍の軍艦で、初めてとなる、オールギアードタービン搭載した。タービンは、 後風型駆逐艦と同じブラウンカーチス式で、後風型は2機装備のところを本型は3機装備した。配置は全部機械室に、両原軸の2機、後部機械室には中央軸用の1機を配置した。当時はまだタービンに故障が頻発していて、天竜の場合も、行使時にタービン翼が脱落し、竣工が遅れてる。艦は、ロゴを艦本式ボイラーで、発機が、 重油戦勝艦2機が根性艦になった。艦室は3つあり、第1艦室には根性艦2機が設置され、その前方を石炭庫とした。その後の階層でも根性艦はそのままで重油戦勝艦はされなかった。第2艦室には小型戦勝艦2機と大型戦勝艦2機、第3艦室には大型戦勝艦4機が設置された。 煙突は1番煙突が根性管2機と小型戦傷艦2機、2番煙突は大型戦傷艦4機、3番煙突は大型戦傷艦2機の肺炎を受け持ち、それぞれの太さやその間隔が違う。走行はアメリカ海軍駆逐艦の4インチ手法に対する防御として設計された。原則走行は上艦パン原則から下へ高さ14フィート、 内にフィート6インチが水線下になる。上部の高さ4.75フィート部分は前後幅192フィートにわたり内側、外側共に25.4メートル MHT 高で、計50.8ミリメートル厚。残りの下九9.25フィートは前後幅185フィートで、内側25.4メートル MHT 高、外側38.1メートル MHT 高で、 計6 3 5ト、mm、ルの厚さがあった。水平走行は上甲板にあり、減速から4.2フィートまでが2 5 4メートル m h t 以降、それより内側が2 2 2 3トル m h t 以降だった。司令塔周囲は5 0 8メートル m h t 以降だった。二隻には水雷戦隊機関設備が設けられていた。太平洋戦争までの階層であるが、 もともと艦型が小さくて、回想の余地がなく、ほとんど竣工時のままで対戦に突入している。まず竣工直後に、方位測定室とその空中線を三番砲直前に装備した。その後に、全部マストが三脚式になり、同時にトップマストが若干低められた。三脚式にしたのは射撃式所の防振対策と思われる。また露店であった、羅針環境は、 側面がキャンパスで覆う形から、構成の固定ブルワークに変更された。これらの工事は、天竜で1930年頃、タ田で1935年頃に行われた。その他に、羅針環境天外の固定化、方位測定空中線の乾燥も太平洋、戦争開戦までに行われている。 機銃は1937年頃に一番煙突直前の、両元に93式 13mm 単装機銃を、片毛に一丁ずつ、計二丁を増備した。田村敏夫の調査によると、海戦後の機銃装備は、以下の通り、海戦時の装備機銃は、海戦直後の上駅島攻略作戦で、ひさらが4機の戦闘機の攻撃で沈没するなど、日本海軍は、 対空機銃の貧弱さを痛感し、天竜型では1942年2月に 13mm、単装機銃2丁と、霊砲2門を、撤去、25mm 連装機銃2基4丁を1番煙突直前の、機銃台に左右各1機ずつ装備した。同年6月には、舞鶴に機港子3番煙突後方、2番発射管直前の左右辺に機銃台を設置し、 25mm、連装機銃2基を装備した。この時に最前部の通線2隻を陸揚げしたとされ、後方のカッターと内下店は前方に移設されたのが、写真から確認される。機銃台設置場所の確保のためと思われる。この時同時に、環境上の単焦灯1番、2番煙突間に、移設、全部マストトップの短縮が行われた。また、天竜は、限外電路が装着された。 1942年12月に天竜は沈没、残った、立田は翌1943年1月に舞鶴に寄港、3月まで修理工事を行った。この時に環境に装備していた3年式 6.5mm、機銃2丁を 7.7mm 炭素機銃2丁に乾燥したと上院の証言がある。 イギリス海軍では1936年から c 級 k 巡洋艦の美報をすべて広角法にした防空巡洋艦への改造を行っていた。日本海軍でも防空巡洋艦に着目し1935年頃から検討が行われた。天竜型も防空巡洋艦への改造計画が検討され、数種の案があった。改装検討案において、 並装は 12.7cm 連装広角砲4機、25立方ミリメートル連装機重4機、94式降車装置2機、93式爆雷投射機1機、94式爆雷投射機1機、爆雷投下台4機、爆雷36個、薬煙膜発生装置の装備を検討した。その他に、重油混焼管の重油戦傷化も検討された。 丸三計画に改造費用の要求が上がったと伝えられるが、天竜型の改造予算は盛り込まれずに、丸三計画は成立し、改造は実現しなかった。軍令部は昭和14年度帝国海軍作戦計画及び、同戦時編成において、昭和天皇、大元帥に天竜と立田は、防空艦に、そう予定のため、第一戦隊に編入すると説明したが、 実現していない。これらの計画検討案詳細については、福井静雄技術小さらの試案として存在しているのみである。天竜型二艦は1928年まで水雷戦隊機関を務めたが、その後は5500トン型軽巡洋艦や夕張に、それを譲って中国方面の警備などに従事している。また、立田は1943年に連成部隊である。 第11水雷戦隊の機関を務めている。1940年、昭和15年11月15日、日本海軍は、第4艦隊機関の第18戦隊。当時の司令官は、杉山六蔵少将、軽巡洋艦玉、総甲巡洋艦常番を巡洋艦三隻、鹿島、天竜、立田に改編した、第4艦隊司令長官時期卒。 開戦直前の1941年、昭和16年12月1日に、鹿島が第四艦隊独立機関となったため、第18戦隊は、天竜型2隻、天竜、立田となった。また、第18戦隊司令部を新設し、丸も国の利少将が、司令官に捕食された。第18戦隊は、南洋部隊、指揮官、井上成美第四艦隊司令長官に所属して、 初戦のウェイクと攻略作戦に参加する。続いて、ライサラモア攻略作戦など初戦期の南東方面、攻略作戦を支援した。1942年、昭和17年7月14日に、第8艦隊、司令長官三河軍一中将が新編されると、第18戦隊は第8艦隊に編入された。天竜は第1次ソロモン海戦に参加し、 その後は二隻ともラビの戦いやガダルカナル島の戦いに投入された。天竜は11月中旬の第三次ソロモン海戦に参加した後、ニューギニア方面輸送作戦十字中の12月18日にアメリカ潜水艦アルバアの来撃で沈没した。12月24日に第18戦隊が解体され、内地帰島後のタツタはマイズル海軍交渉で修理に従事した。 1943年、昭和18年4月1日に連戦部隊の第11水雷戦隊が編成されると、同水雷戦隊の機関を務めた。1944年3月の末輸送十字中、立タ田タはアメリカ潜水艦サンドランスの雷撃で沈没した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。